皆さんこんにちは。こんにちは。リータック研究所の村田です。桜井です。この度9月からリータック研究所レッスン面でいろいろとリニューアルをさせていただいたんですけれども、皆さんがいつもご視聴いただいているこのリリピンポンチャンネルも今まで以上にパワーアップさせようとリニューアルすることになりましたので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、どんなお便りだっけ。まあそうですね、普段リリーに来ているお客様に限らずなんですけど、まあ、来ていただいていて、まあ、最も多いというか、そのお客さん悩んでる部分についてちょっとテーマを上げて今回動画にしていきたいかなと。なるほど。思ってます。そうですね、この、まあ、メイン僕と桜井コーチでやらせてもらうんですけども、より卓球のコアな部分というか中上級者向けですとか、よくいただくのが、強い人ってなんであんな音をするんですか、サーブ切るためには本当はどうやったらいいんですか、ちょっと深く入った部分について皆さんに少しでもヒントになるのとかね、僕たち2人が伝えることで皆さんのためになればいいなと思ってこれからやっていきたいと思います。時々特別ゲストなんかも呼んだりしちゃったりするのかな。そうです ね、これからちょっと特別ゲストが誰か来てくれるといいねということで、これから新たにまた皆さんよりいい動画を届けるように頑張りますので、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の動画のテーマはといいますと、こちらになります。はい、インパクト。インこれはよく聞かれるね、お客さんにね。そうですね、結構聞かれますね。どんなことを聞かれるかといいますと、例えば僕たちコーチ陣がお客さんとゲーム練習をやったりとか、特に多いのが下回転の時だね。下回転ですね、まあ、まず皆さんその回転をかける、まあ、ループドライブをするというところから入る方が多いんですけど、ちょっとレベルが高くなってくるとこんな質問を受けます。なんでそのコーチとか全日本選手権とか世界卓球とか見てる人たちを見てると、下回転で明らかに切れてるボールでもあんなに速いボールを打つことができるのかと。音も回転をかけるとしないはずなのに強いバチンという音がしながら抜けるようなボールが出ていくと、どうやって打ってるんですかという質問をよく受けます。これは桜井コーチもお客さんからよく聞かれてるね。そうですね、今日のレッスンも聞かれましたね。さっき聞かれてね。さっき聞かれました。そうです。で、まあ、テロップにさっき書いてあったのは、どんなボールでもインパクトが強ければ返せちゃうかもしれないっていうことなんですけれども、どういうことかというと、極論を言うと相手が出してきた回転量よりも自分のスイングによって生み出すインパクトで強さが回転量、相手の回転量を上回れば自分のボールとなって返っていく、まあ、単純な話になってしまうんですね。そうです、力勝負みたいな。これは女性でも男性でも多分共通してしまうんですけれども、なかなかこれが難しいんですけれども、かといって一生懸命回転をかければ返るかというとそうでもありません。例えばカットマンと試合をしています。相手がものすごい切ったカットをしてきた時にループドライブをしても上がるか上がらないかわからない、ストップをしてもワンバウンドで絶対出てしまうだろうと、突っつきの構えした瞬間、大体カットマンの人は切ると、相手が突っつくのをすごい見せると強いカットマンの後を前に出てきて攻撃されます。この時にループでも上がらないボールなのになぜかスマッシュぐらい速いボールでトップ選手は平気でドライブを打って攻撃をしていきます。これは何がポイントなんだ、コツは。やはりインパクトですそう、全然答えになってないんですけどインパクトなんです回転をかける瞬間スピードとかじゃなくて、今日お伝えするのはそのインパクトでより強く当てるためのインパクトの時の当て方の話になります。擦るなんですけども、一つ擦る音っても当て方次第でボールは劇的に変化します。なのでそれを分かりやすく、今日は特にうちのお客様からもよく聞かれる切れた下回転に対して
フォアハンドドライブとバックドライブを僕たちが実践しながら、普通のループドライブと決めるときのドライブっていうのを上げながら少しずつ解説して皆さんにお伝えできると思います。はい、はい、ではこれから、僕たちが実践していく上で使用していくラケットとラバーをご紹介したいと思います。丸田校長から、はい、いきますか。私が今使用しているラケットは一応2本あります。1本は、タマスさんですね、インナーフォースレイヤー ZLC に、ラバーは両面テナジー05の特厚です。でもう1本、ちょっと最近シダを兼ねて使用してるんですけれども、これは水野さんですね、フォルティウス FT バージョン D、 あのイケメンの大島選手が使っていると言われているラケットですね。僕の方がイケメンですかね。はい、いきましょう。次、僕の方がイケメンですかね。はい、いきましょう。でラバーはとこれももうすぐ発売ですかね、水野さんの Q3 をちょっと先立ってシダということで使わせてもらってます。この2本を今はメインで使ってます。今日の動画は多分こちらで打つと思います。皆さん今まだないラバーなのでテナジーで打とうと思います。よろしくお願いします。桜井さん、はい、何でしょうか。先生は、僕が使っているラケットは今この2本になるんですけど、最近まで使ってたラケットがこちらのファイアーフォールVC カーボンに V15 のエキストラフォア面と、バック面に V15 のリンバを使っています。でずっと最近の動画のコメントでも、桜井コーチ何使ってるんですかっていうコメントで全部こちらを上げてたんですけど、今こちらをやめて今はこちらのダイナルビクタスさんですね。ビクタスさんですね。もうその名の通りダイナウッド知らねえダイナウッドパワーです。まあ、そのこちらもハテラが V15 のエキストラとリンバーになるんですけども、まあ、ダイナウッドパワーっていう名前からし威力の出そうなラケットなんですけども、実際にちょっとシダをさせてもらった時にすごい僕的に感触が良かったんで、ちょっと使ってみたいなということで今使用しています。で、まあ、実際にインパクトはやはり僕的にはこっちのラケットよりもちょっとこっちの方が強い、まあ、まさに今回の動画で挙げるインパクトについて食い込んでくるラケットかなと思います。まあ、それを踏まえた上でこちらのラケットを今回使って実践をしていきたいと思います。じゃあそれは、はい、合板ですか。これは合板に近いラケットです合板に近いラケットなのは分かるんですけど、はい、なんか入ってるんですか、特殊素材。そうですね、特殊素材がすごい薄いのが入ってますね。1,2,3,4,5,6 7枚です。7枚で2枚特殊素材。そう、2枚特殊素材が入ってます。ほとんどもう名前の通りダイナウッドということで木なんですけども、まあ、そのあんまりカーボン、こちらもがっつりカーボンなんですけど、カーボンらしくない特殊素材が入っていて、木の打球感を残しつつ、まあ、カーボンの弾みを組み込んだラケットになりますね。なので、まあ、打球感良くて飛んでいくみたいな。これちょっと近いか、似てるのかな。ちょっと似てるかもしれないですね。確かこのフォルティスでもなんかすっごいもう入ってるか入ってないか、もう見えるか見えないかぐらいの特殊素材っていうんですかねが入ってるらしいんですけども、まあ、ほとんど合板に近いです。感触はちょっと弾むぐらい。それで私はこちらを、桜井コーチはダイナルと使って実践をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこれから、実際に下回転のボールを打っていくんですけども、動画越しだと実際にボールだけで見るとどのぐらい強い下回転のボールを打っているのかどうか分からないと思うので、実際にまず軽く
このラケットの目をまっすぐ立ててボールの後ろを触った時にどれぐらい切れてるのか、どれぐらいボールが真下に落ちるのかっていう回転の具合と、こういうふうに突きの面を作ってボールを触った時にどれぐらいの回転量で飛んでいってしまうのかっていうのを、まあ、見てもらってどれぐらい下回転がかかっているのかっていうのを動画越しに分かってもらえたらと思いますので、今からちょっとやってみます。通常普通にボールの真後ろを当てた時にはもうまっすぐ下に落ちるぐらいの今これ下回転になってます。で突きした場合はもうボールの真下ですね、落として触ってやっと相手のコートに入っていくような回転です。これちょっとこう立てたらこう下に突き刺さるような回転になってます。今からこの回転量の下回転をループドライブするのと強打をする、この下回強烈な下回転に対してスピードドライブでドライブを打ち込むっていうのをやってみたいと思います。はい、じゃあ実際に先ほどとまあ、どういうふうにどんな回転かというかと分かったと思うんですけども、一応どういうふうにボールを下回転のボールを出しているのかちょっと見てもらいましょう。まあ、直接ボールにラケットぶつけて出すような、まあ、普通の突きやカットよりも明らかに切れてるボールなんでね、これを実際にループドライブとスピードドライブ強打で打っていきたいと思います。終了しました。皆さんフォアドライブとバックドライブのループドライブと同じ回転のボールを速く打つドライブいかがでしたでしょうか。まず音が全く違うことには気づいていただけるとすごく嬉しいんですけれども、今から簡単にそのフォアドライブの打ち方
バックドライブの打ち方を説明させていただきます。で特にフォアドライブの打ち方の説明に入る前に一つだけちょっと注意してほしいことがあります。とまずフォアドライブを行うときにバックスイングの仕方なんですけれども、後で詳しくは桜井コーチがお話しするんですけれども、肘が伸びないように皆さん注意しましょう。で肘が伸びるとなぜいけないのかといいますと、バックスイングを取ったときに肘が伸びます。こう伸びます。バックスイングの時に肘が伸びます。この時に力を加えていいボールを出そうとするとどこを使うかといいますと、この状態からスイングをすると必ずこの上腕二頭筋と前腕を使ってここの伸縮でいいボールを出そうとしてしまいます。このスイングで思いっきりスイングをしようとしてしまうとどうしても右肩、まあ、左利きなので右肩が開きがちになり、そこから前腕が前に出ていくことでインパクトするポイントが体の横のラインよりも後ろになりがちなんですね、力めば力むほど。そうするとどうなるかといいますと、振り切りの位置が顔の横、ここら辺ですで止まる可能性が非常に高くなります。こうなってしまうとミスも出てしまって威力も出ない、思い切り打ってるつもりなのにかさ当たりみたいなボールが出てしまいがちになるので注意してください。なので肘はできるだけ曲げたまま、本当腰に巻きつけるようなイメージでバックスイングを取ってもらう、ね、こういうバックスイング結構見ませんか、最近トップ選手で水谷選手なんかもすごくバックスイングちっちゃいと思うんですけども、この状態から下半身と体幹、上半身全てを連動させて振っていきながら振り切りはここまで、ちょうど、まあ、肘のこの関節が顔の中心ですとかもう前に来るようなところまで振ってあげる、まあ、簡単に言うと後ろ小さく前を大きくという力の伝え方ができると軽く打ってるつもりなのにボールはすごくいきます。ちゃんと前に行く力が働くので、なのでこのバックスイングの取り方、スイング最後のフォローするまでですね、一連の動きは全て共通するのでそこだけ頭に入れながらこれから説明する桜井コーチのパワードライブの解説を聞いていただけると嬉しいです。今度は今先ほど僕が行っていた、切れた下回転に対して行っていたインパクトの強いドライブと、ループドライブの解説について、僕が話していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ、まず3つ、ポイントがあるんですけども、1つ目のポイントは、先ほどちょっと村田さんの方からお話がありましたバックスイングです。ループドライブも、スピードドライブも両方とも、バックスイングの位置はほとんど変わりがありません。バックスイングを両方とも取るとき、そのループドライブとスピードドライブを行うときのバックスイングの取り方は両方とも、肘を曲げたまま腰をひねっていき、自分の利き腕の方の足ですね、利き腕側の方の足の膝の裏までラケットが落ちるように膝を曲げます。膝を曲げて腰を落としるようにして膝の裏までラケットが来るようにバックスイングを取ります。この時は必ず肘は曲がったままですね、曲がったまま、この状態をキープして膝の裏まで来るまで腰を落とすようにバックスイングを取ることが重要になります。そこからスイングを行っていくんですけども、ループドライブの時はここの位置までバックスイング取りました。そこからボールの後ろを、擦るために上に擦り上げてあげて肘が上がってこのような形の終わり方になります。で先ほどこっちまでっていうのはあったんですけども、今回擦り上げるループドライブで擦り上げるので必然的にラケットが
上の方に行って肘がこのように上に上がるような形になります。で、スピードドライブの場合なんですけども、このループドライブとスピードドライブを行うときにラケットの面は変えないでください。ループドライブを行うときのボールの真後ろを取るような形のまま、スピードドライブはこのバックスイング、同じバックスイングの位置からスイング方向が変わっていきます。バックスイング取ったところからボールに当てに行きます。そこから先ほどはこっちにスイングが行ってたんですけども、スピードドライブの時はここから前の方に振り切って、そのまま肘が自分の顔の中心側に来るまで、ラケットが自分の顔の、まあ、僕だったら右側ですね、に来るまで振り切るようにしてスイングを行っていきます。一連の流れでいくとこのような形になります。どうですか？ビュッて落とすこれが、ポイントのうちのバックスイングを取ったところから、振り切りまでの形になりますので、皆さん覚えておいてください。今ポイント一つ目、バックスイングについて紹介させてもらったんですけども、今度は二つ目のポイントになります。2つ目のポイントは、ボールを捉える位置です。先ほど1で1つ目のポイントで言ったバックスイングを取ります。でバックスイングを取ったら今度ボールを捉える位置なんですけども、この膝を曲げてって腰をひねってバックスイングを取った時の体の自分の体の中心ですねの延長線上にボールが来たときにボールを捉えなければなりません。でよくこれあるのが、ここで取りたいって思ったときにスイングを始める人が多いです。だからそうするとここで取りたいって思ってからスイングをするともう体の後ろにもうボールが通過してしまうので、必ず取りたいと思ったところに向かってスイングが同時にできるように、皆さん意識してください。でその時の捉える位置は体のひねった体の中心でボールを捉えます。で、この時にループドライブの場合はもう、スピードドライブの場合も必ずこの体の中心を取る、どちらも体の中心です。そこからスイング方向が変わって上に行くのか、ここからスイング方向が変わって前に振り抜いていくのかというどちらかになります。でこの時に振り抜く方ですね、前の方に向かって振り抜く方で注意してもらいたいのが、力んでいっぱい力を目いっぱい力を出そうと思って早いボール出そうと思いすぎて、体からこう先に開いてしまう方がとても多いです。その時体を先に開いてしまうとどうしても体の真横ですねで打ってしまう、振り遅れてしまって結果的にこのような打ち方になったりとか、もしくは開いてしまうことによって肘が伸びてしまう、そうするともう完全に肘が伸びてしまうので力も伝わらなくなって、結局インパクトの強いドライブが打てないことになってしまうので、必ず肘が曲がった状態をキープしてそのまま自分の体の中心ですねでボールを取ってあげてから前の方にスイングを振り切るようにしてあげてください。はい、では最後のポイントになります。3つ目の最後のポイントになるんですけども、最後のポイントは、ボールを捉える時のラケットの角度になります。ラケットの角度なんですけども、インパクトが強くて速いボールを出すためにはボールのまあ、ほぼ真後ろ、少し斜め上を取るぐらいの形で、フラットに当てるイメージ
で振り抜くことがとても大事になります。でこの時に力んでしまってラケットを角度を開いてしまう、先にこうやって振っていく時に手首の力がちょっと負けてしまったりして、振っていった反応で手首をこういうふうに開いてしまったりした時に、そこで当たるともうこの時の面はもう上の方に向いてしまったりするんで、フラットに打ちたいって思って手首を開いてしまったりして当てようとすると本当にフラット打ちになっちゃう、ドライブじゃなくなってしまうんです。なのであくまでドライブをしたいので、それを行うためにこのボールの少し斜めを上を取るっていう角度をキープしたまま、ボールの斜め後ろを取ってあげてそのまま前に振り抜くようにしてください。こうやって開いたりすることもなく巻いたりすることもなく、そのままボールの真後ろのちょっと上を取るようにして必ず振り抜くということを意識してやってみてください。はい、それでは続いてバックドライブの打ち方を私の方から簡単にお伝えさせていただきます。この動画をご覧いただいている方々は、うちのリリーピンポンチャンネルの一つ前に上げた動画で、女性の肌コーチがこのバックドライブのやり方について基本的な打ち方を分かりやすく説明してくれていると思うんですけれども、そちらはご覧になっていただけたでしょうか。で今回、私たち性別も男性ということで、より回転量の多いボール、そして一発で打ち抜けるようなバックドライブを打つために少しだけちょっと違うところがあるので、このような打ち方もあるんだなと思って聞いていただけるとありがたいです。まず切れたボールに対するループドライブなんですけれども、今回私が動画で打ってたボールが、隣にいる桜井コーチが目いっぱいそうねこうやって切った、でも動画として成立するかわからないくらいの回転量で切ってきたボールを打ちました。なのでバックスイングする位置は、このボールだからとかではないんですけれども、基本的にためを作るために、肌コーチが前回の動画で言っていたように下半身を使って同時にバックスイングを引いていきます。この時に最下点に来る場所は肘を曲げたまま股の中心の両膝の延長線上、中心ぐらいですね、今ここら辺です、ここら辺に来るように、その時肘が曲げた状態ですよ。このまま膝を曲げてぐーっと下に下がります。この状態でボールが来るのを待ってためを作ってます。横からの動画も先ほどご覧になったと思うんですけれども、ここでは待っていないはずです。ですし、肘がこうピンと伸びた状態でこうやって待っていることもなかったはずです。なので、そこはしっかりと肘が曲がった状態のまま、股の下に向かって、グッと下半身に作りながらためを作っているということが、一つポイントとしてあります。で先ほど桜井コーチがフォアドライブでポイントとして挙げていたんですけれども、バックスイングする位置は速いドライブを打つときもループドライブを打つときも変わりません。当て方だけ変えてます。ですので次はループドライブはもう前回肌コーチも言ってしまったので、僕は速いドライブの当て方面にお話しさせていただきます。では次のポイントに行きましょう。はい、それでは下回転のボールを速いボールで高い音を出しながら打ち抜くドライブなんですけれども、先ほど言ったようにバックスイングの位置は変わりません。肘曲げたまま下半身を落として股の間に向かってバックスイングを取ってためを作る、ここまでは一緒です。ここからループドライブを行うときは、この状態からボールのフォアと同じです。ボールの真後ろを取るようなイメージで手首を返して回転をかけて飛ばしていきます。で今回切れたボールをバッとぶち抜きたい、そういうときは振る方向が上ではなくフォアドライブ前、振ってましたよね。私の場合少し前に振りながらも最終的には横に行きます。なんで横に行くかというと、
このまま擦ろうとして前に振ると面の角度は下を向きます。これだと突然切れたボールは持ち上がりません。いくらスイングが速くても下にボールが行きます。当て方としてフォアの時は開いたりしないと言ったんですけども、バックドライブを一発で決める時はボールの真後ろをこのような本当に真後ろを取れるような角度で当てていきます。この時に手首を返しながら引っ掛けて飛ばすんではなくて、このバック面が相手を向いた状態のままドーンとぶつけるようなイメージですね。なので先ほどフォロースルーで僕こうなってたんですね。ボールの上を擦ろうとしてフォロースルーをするとどうなるかというと、黒いフォア面は上を向くんですよ。ではなくボールの後ろをフラットに当てるイメージで振り抜くので、左が僕右利きなので左が重く、分かりやすく言うと、まあ、ボールのラケットの中心部から先端に向かってボールが転がっていくようなイメージでボールを走らせます、村田の場合で。この打ち方ですごい分かりやすくやってる人がすごい昔の名選手で、ギリシャのフレアンガ選手って分かりますか？もうこうやって打つ人、そうです。この人は最たるものです。それので、あそこまで行っちゃうと僕肩がそこまで外人みたいに強くないので全部肩でこうやって引っ張って打てないんですけど、当て方の原理としては似てます。擦るのではなくて当てて前に振り抜くようなイメージです。当てるポイントはボールの真後ろをほとんどやっていくんですけども、ここから上には抜かないでください。そのままで振っていって真横を向くようなイメージですね。で自然とラバーにこのぶつかった時にフラットに当ててもボールはラバーに食い込んでくれます。この時の力で全身回転がかかって先端の方にボールが転がりながら飛んできます。なのでこうではない、分かりますか？違う、すごく大げさにやってますけども、上回転を連続でこうちっちゃく打つ時はボールの上をこう、多分黒面が上向いてるんです。ね、音もちょっと違うんですけど、で強く、まあ、下回転当たる、上回転はあんまりやらないんですけども、下回転を切れたボールを上げたいときはちょっとフラットに当ててこのまま横に振ってあげる、斜め前に行きながら振り終わりは右肩のよりも少し右側に行くように振ってあげると、音がどうなるかというと、前に振り抜いてあげれば速いボールが出ます。これはもうやってみてないと多分分からないと思うんですけれども、騙されると思ってやってみてください。で、捉えるイメージは中央から先端に向かってボールを転がすようなイメージで横に振り抜いてください。回転かけるときはやっちゃうんですよ。このまま行ってくださいね。ただバチンという音で回転をかけながらもスピードボールを出したいときはそのまま先端方に向かって転がすイメージで振り抜いてみてください。どんな切れたボールでも当て方さえ分かってしまえば速いボールが出せるように
なるので、ぜひちょっとチャレンジしてみてください。桜井コーチも一緒の感じですか？そうそう、僕もほぼほぼ一緒です。あまりかけようとしちゃダメです。これは振り割りがこっちいきます。これ重要です。僕なんか左だったらこっちですね。そうね、こうこうですよコンタクトになったんですけど、こうですからね、やってみてくださいね。でというポイントを見ながら、ちょっともう一回動画を見てみましょう。はい、分ぐらいの動画になってしまったんですよ。そうですね、かなり長いロングスパンの動画になりました、ね、なので今このシーンを見ていただいている方は神様ですね。本当に明らかに見ていただいてありがとうございました。本当にありがとうございます。ちょっと長すぎましたかね、まあ、でもちょっと伝えたいことがたくさんあったんですけれども、これでもちょっと端折りました。で、まあ、ちょっとでも少しでも今回の動画が今自身の自分を変える小さなきっかけでもなってもらえると、私も桜井コーチも非常に嬉しく思います。次回予告次回予告です、うん、ほら来るじゃん。あ、来ますよ。行っちゃっていいですか？いいよいいよ、これ。次回、今回の動画の一番最初のオープニングで、ちょっともしかしたら特別ゲストがという話が上がっていたと思うんですけども、早速ある方が来てくれる、動画に出てくれるというふうに言ってくれたので、僕と前田コーチとそのスペシャルゲストで次回は動画を一緒に出したいと思います。ですので、まあ、次回、まあ、内容ちょっとどんなことになるか分からないんですけれども、3人でゲストを踏まえて動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてもらえると嬉しいです。今回の動画これで終了させていただきます。本当に長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。